人の好奇心を刺激するながら聞き専用 YouTube ラジオヤジウマストリートのスピンオフ企画として、月曜から土曜までの毎日、日々の気になる時事ネタ、テレビでは放送されないニュースなんかを1分間にまとめてお届けしているショート動画ヤジウマストリート盾、このヤジウマストリート盾で1週間お届けしたものを一気にご覧いただけるスピンオフ企画のスピンオフ、なんのこっちゃ。その名もヤジウマストリート横、ヤジウマストリート横では1週間配信したヤジウマストリート盾を一気にご覧いただきます。6分間で振り返る今週の話題ということで、この1週間には一体どんな気になる出来事があったんでしょうか。それではご覧ください、ヤジウマストリート横スタートです。NHK は4月28日、同日投開票の衆議院3補選について投票が締め切られた午後8時に、3選挙区とも立憲民主党候補が当選確実と速報しました。衆議院補選開票速報番組で、3つ全てで立憲民主党が議席獲得です。自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め議席を失いましたと伝えました。ネットでは、小選挙区は何が起こるかわからない、極端から極端になり無茶苦茶ですね、いやこれで解散が伸びるね、今解散すると自民が負ける可能性が高いからね、個人的にはここらで1回政権交代をすべきだと思う、いや補欠選挙見てわかったと思うけど、代表殿の老人に勝つのは本当に難しいですよ。老人は若者が自分たちを支えてるなんて一切知らない、マイナンバーカードとスマホでしか投票できないようにしたらいい、などの意見が見られました。個人的にはね、東京で日本保守党の飯山あかりさんを応援してましたが、投票率もめちゃくちゃ低かったですよね。結局ダメダメなのは自民党というより日本国民そのものなのかもしれませんよね。貧困化が進んで未来が暗いのも自己責任なんですかね。愛知県警は高額な盆栽を盗んだ疑いで、ベトナム国籍の日本語学生の男2人を逮捕しました。海外への転売が目的とみられています。被害に遭った盆栽に位置情報を知らせる装置が付けられていたため逮捕に至りました。ネットでは、盆栽に GPS 付けるくらいにしょっちゅう盗まれてるんですね、びっくり、いや一部の目先の利益のために外国人の単純労働者を入れるから日本の治安は確実に悪化しています、いや岸田首相や自民党経団連の強い要望で、日本国民は大量移民を受け入れなくてはならなくなる、覚悟しておいてくださいね。いや、ベトナム人、クルド人の犯罪が横行しています。外国人労働者受け入れで治安が悪化しています。国民国土を守るのが国会議員の役目じゃないの？などの意見が見られました。補選でもね、全勝した立憲共産党、あ、違うか、立憲民主党も多文化共生社会とか耳障りのエコと言うてますよね。結局移民受け入れ賛成です。なんなら外国人参政権も賛成してるもんね。補選で反対していたのは日本保守党だけでした。このままやったら確実に日本の治安は悪くなる一方ですよね。鉄道会社が各社揃って自由席をやめて全席指定として走らせる列車が多くなっています。東海道山陽新幹線ののぞみは4月26日から全席指定席で運転されています。自由席が廃止される理由は不思議に感じますが、自由席を満席にすることが難しいから。鉄道関係者はここが意外とネックなんですが、自由席座席では座席の数通りのお客様を乗せることが難しい。一人で二席占有したり、切符が不要な未就学児童を席に座らせたりするお客様が多く、窓側に座って通路側の座席に荷物を置くのはまだいい方、中には通路側に座って窓側に荷物を置いている確信犯的な人もいらっしゃいます。つまりはそういう座席の利用の仕方をやめていただくために、自由席を廃止して指定席にするというのが一つの方法でもあるんです。ネットでは、一部の人が変なことしてルールが厳しくなり全員に不利益が生じる、どこの社会や組織にもよくあることなどの意見が見られました。意味がわかるとね、納得な方法ですよね。指定席は駅の混雑も回避できる、自由席がなくなるのはまさに自業自得。岸田首相が4月27日、自身の公式 X を更新、街頭演説の写真を投稿し、今、日本においては30年ぶりに経済の明るい兆しが出てきました。大企業だけではなく、中小企業、そして地方、農林水産業、介護、福祉、建設と様々な分野で幅広く賃上げを広げていかなければならないと綴りました。ネットでは、全く明るくないです。物価の上がり方と賃金の上がり方が合っていない。苦しい一方。しかも、税金とか払うものがたくさんあって、景気がいいと思えない。どうしたらそういう価値観になるのか。いや、明るいのは政治家だけでしょ。所属議員に配る小売代文字代を廃止どころか増額したらしいじゃないか。挙句にゴールデンウィークは外遊ときた。いや明るいのは岸田首相の頭の中だけだよ。大多数の国民は普通に生活することにすら四苦八苦している。いや国会議員の給料を国民所得の標準ぐらいにすれば実感できます、などの意見が見られました。能登半島の方々は水や電気のない生活を送っているというのに、自分は被災地にも行かず遊説という名前の観光旅行に行ってますよね。ほんまにクソメガネやで。
歴史的な円安物価高に苦しむ庶民を尻目に税金で海外出張とはほんまええご身分ですよね。ゴールデンウィーク期間中の閣僚の外遊ラッシュが今年も繰り返されています。岸田首相は5月1日から6日までの日程でフランス、パラグアイ、ブラジルを訪問します。ゴールデンウィーク期間中に日本を離れるのは岸田首相を含め大臣20人中14人、すでに外遊へと旅立った副大臣、政務官を合わせると計31人が37カ国を訪問予定です。今回の遊説費用を弾き出すと全体で約12億6000億円。ネットでは一般に航空券の高いゴールデンウィークに外遊する必要があるのか、働き方改革とか言っているが、この時期に大臣一人で外遊するわけではなく多くの職員を引き連れて出向くことに疑問を感じる、世間一般はゴールデンウィークで休みというのに、いや国益にかなうなら外遊ラッシュでも構わないが、実際は国益に見合うどころか血税ばらまいて帰ってくるだけなどの意見が見られました。きっとね、岸田首相をはじめ他の大臣も最後の思い出作りに外遊に行ってるんですよね。まあ国民舐め切ってますね。今や世界中から富裕層がこぞって訪れる冬の高級リゾート地となった北海道ニセコ。日本語表記はなく英語と中国語表記の建築看板で囲われた建物は2021年12月に竣工予定の全190戸の高級コンドミニアムで、コロナ禍の2020年3月であっても最上階にある8億円を超えるようなペントハウスがアジア系の海外富裕層に売れたというんですね。中国人富裕層に爆売れし続けて日本人お断りの高級別荘が立ち並んでいるようです。ネットでは道民ですが最近ニセコに行ってきました日本人なんてほぼいなかった、ルッツリゾートに電話をしたら片言の日本語対応、本当にニセコ付近は外国人に乗っ取られてる感じ、いや外国籍の人間や企業が国内の土地を自由に買えるのは早々に法律で規制しないとかなりまずい状態に陥ると思う。このままだと日本人なのに立ち入りできない場所ができてしまったり水が利用できなくなるなど最悪のケースも考えられるなどの意見が見られました。そのうちね、日本国土内にあるのに中国の飛び地や言うて領土扱いしようのっちゃいますかね。ほんまにえらいこっちゃで。